今日は2021年7月24日土曜日から8月8日日曜日まで、田尻にあります、まあ、素晴らしいお屋敷と自然がいっぱいの、桜田屋敷の場所で、展示会をやることになっております。山下のぞみさんをお招きいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。本当私の手元にあるこのチラシ素晴らしいんですが、ここのこれがあれですね、桜田屋敷の風景ってことですよね。そうですね、桜田屋敷のお庭です、ね。そこに山下さんの藍染めの、作品がポンと、これ私がパッと見た感じ、たくさんの山がこうなんか重なっているような様子に見えるんですが、どんなイメージで作られたんですか？はい、この作品の題は、マイブルー、ユアブルー、マイブルー、ユアブルー、うんうん、すごいベタなんですけど、なんか一人ずつ、なんだろう、一人ずつ山があって、一人ずつ違うみたいな。でなんかみんなこうまとまってても綺麗だし、一つずつでも綺麗だしっていうのが表せたらいいなって思って、はい、作ったものでした。あ、なんかね、ちょっとわかります。私もどの子にしようかなってやっぱりちょっと思いますね。私の好きなのはどれかなって、どれも素敵なんですけれども、それぞれのその染め方の具合だったり、ちょっとその水玉模様みたいなのがね、見えてたりとかするのがすごく素敵で、これを作りたいなと思った何かきっかけとかもあったんですか？なんでしょうね。あ、これは、去年の杜の都の工芸展っていう、あの展覧会、公募展に出そうと思って、はい、作ったんですが、何がだこう自分は何を表したいんだろうっていうのをすごく考えて、で山はこうしたい、山並みにはしたいって思ってて、でそれと、その日本の伝統柄の青梅派という柄、なんかそこが自分の中でこう結びついて、あ、でこれにしようっていうのがあった。うまく言えなくてごめんなさい。いや、山下さんはその藍染め作家として、活動し始めてどれぐらいになられるんですかね？4年過ぎて、今5年目に入りました。いや、あのね、ドタバタナイトマルシェの時に山下さんの作品とかそのワークショップ、あとはその音楽に対してもそうですけれども、もう自分からどんどん加わっていって楽しんでいっちゃえっていうエネルギーがすごくて、もう私すっかりなんかこう仲良くなれたのがすごく嬉しくって、で藍染めがもう、もちろん藍染め私も大好きで、青がすごく好きなので、どうやって作るんだろうと思ってたんですが、これが藍染めの原料というかになるんですよね。これなんていう葉っぱなんですか？タデアイっていう植物の葉っぱです。タデアイ、でも中にはもう本当お手軽に染料で染める方もいるわけですよね。はい、できます。はい、山下さんはこれをあえてお使いになってる。そう、植物が好きなんですよね。でも手間がかかるって、そこに愛着がやっぱり湧きますもんね。そうですね。あと、そのなんだろう、そのこの土地で、こう育つ植物で昔の人なんかこういろいろ作ってきたわけじゃないですか。それがすごく面白いって思うんですよ。なのでなんか本当に田尻で種まいて育った田出会いで、こういう染め物を暮らしの中で使えたり、なんかそこが楽しいな、面白いなっていうところです。楽しいな、面白いながあるから、多分山下さんのその一緒にやってみようという、あの、ね、ここもそうですね、藍染め体験ができますっていうふうに書いてあるんですけれども、このなんかその山下さんの楽しいが伝わるから面白いんですよね、きっとね。ちょっと私もやってみたいな。はい、なんかちょっと体験できたりしませんかね、今。あ、ぜひぜひそしておもむろに、はい、ありがとうございます。どうやって使うのか教えてください。好きな葉っぱを一つ、あ、こうやって見ると一つ一つ形が違うんですね。そうですね。うちでね、タデアイ3種類育ててるので、3種類、今ここに3つ3種類葉っぱが来てます。なんかあのパッと見るとバジルのような形のね、ものもあったりですけれども、あ、なんか呼ばれました、呼ばれましたね。もっとプリンとして可愛いのが今あるので、こちらで試してみようかなと思うんですが、なんとなくここにこう
置く感じでいいんですかね、はい、置いて、うん、で必ず かぶせる、かぶせる、はい、それは葉っぱがずれないようにするため、うん、でどこにかぶせてもいいんですけど、そうなんですね、なので布のこっちとあっちに同じ葉っぱが映るようになります、そして今こうハンマーで、はい、ガンってごめん痛いから、でも指叩かないように、そうですね、そうです、これトン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 、どっち側でもいいんですよね、どっちでも大丈夫、はい、あ、これぐらいの作業だったら子供たちでも、そうですね、小学生くらいの方から、ね、はい、楽しんでいただけます、今回ですね、うん、この個展に向けて、うん、叩き染め浴衣地一旦叩きましたどうしてもそれがやりたくてこれ夢に見ますねずっとね、ちょっとじゃあペローンとめくってみると、あ、うん、あー葉っぱが、あ、すごい美しいですね、はい、こちらの葉っぱさん、はいはい、じゃあそれかわいい、ね、そのまんまね、これ乾かしておくと青くなる、あ、この緑色がだんだん青くなる、植物って不思議ですね、 それをねよく昔の人が見つけたなって思うんですよ、で誰かがずっこけて、うん、で、あ、これ青く作って気がついたのかなとか、叩きながらいつもそういうことを思います、なんかそういうのもでもずっとその歴史は、はい、この植物を介して伝わってきてるってことですもんね、はい、時間が経つと青くなるということなので、ちょっとね、楽しみに待っていただいたなと思いますけれども、じゃあここにちょっと置かせていただいて、もう一度ご紹介したいと思います。田尻にあります桜田屋敷、場所が田尻大貫朝桜田4っていうところで、意外と看板とかもあるので、そんなに分かりにくい感じではないんですよね、はいはい、ものすごく緑の豊かな、あ、こんなに素敵な場所があるんだなって思わせるようなね、そんな場所にあるんですけれども、8月の7日午後2時からは、浅野さんというピアニストさんのライブが、ね、はい、あるということなので、そのあたりのコラボも、楽しんでいただきたいなと思いますけれども、もう一度ご紹介したいと思います。藍染作家さんの山下のぞみさんの、展示になりますね、藍染展ということで、会場は桜田屋敷さん、7月24日土曜日から8月8日の日曜日ということで、もう一度一番最後に、それでは山下さんのこの展示に、込める思いなどお話ししていただけたら嬉しいんですが、今回皆さんに作品を見ていただける機会が持てること本当にありがたく嬉しく思ってます、ね、で今回は何より地元田尻でこういう場がいただけたということで、うんうん、本当に嬉しいなって思って、で地元の人たちに見ていただけたらいいなって、うん、はい、そうですね、本当去年1年間はもう本当コロナウイルスの、ね、感染拡大ということで、私もミュージシャンですけれども、何かこうイベントを開催するっていうことがとっても難しい、ね、時期でしたが、だんだんなんかそれこそワクチン接種も随分増えてきましたし、なんといってもこの桜田屋敷、ものすごい広い敷地の中でのね、敷地の中での開催になりますので、そのあたりはとても安心して楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。山下さんのさまざまな作品、この展示もですし、他にも何点か、そうですね、うん、はい、頑張ってます、はい、なんでそのあたりも、ぜひ見に、ね、来ていただけたらと思いますし、何よりも山下のぞみさんという、ね、作家さんの、この人柄に触れていただけたら、きっと皆さん本当にそれだけで豊かな気持ちになるんじゃないかなと思います。今日は、藍染作家さんの山下のぞみさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。